えー、実家が大阪市北区のタワーマン31階です。築15年、持ち家ローなし今後、老朽化や災害への、での破損での資産価値の下落を懸念しています。売却して投資などへ回した方が良いでしょうか。はい。あの、ま、あその、そのタワマンが好きでずっと住んできますとかであれば全然いいと思うんですけど、基本的にあのタ,ヤタワーマンってギャンブルなんですよね。 あの武蔵小杉のそのなんかうんこを逆流したタワーモンションとかって話が有名ですけど、あれ多分売ろうと思っても買い値で売れた人ほぼいないと思うんですよね。なのであのタワーマンってその価格がどうなるか将来わかんないんですよね。要はその大規模修繕をしなきゃいけないよねっていうのはみんな分かってるんですけど、大規模修繕がどれぐらいの値段がかかってどれぐらいの金額がかかるのかって、あ、その金額と期間がかかるのかってわからないが正解なんですよ。 そのあのまあ普通のマンションの場合ってこういうマンションでこういう作りをしてるよねっていう企画があるので似たようなマンションがこうやって直したよっていうのであればあじゃあ同じように直すからいくらぐらいだよねっていう予想がつくんですけどその基本的にはタワーマンションって一個一個全部違うんですよ。 その、あの、このタワーマンション、まあ似たような形で似たような階だとしても、あの、ここの場合は地盤がそのなんか30階まで結構固めの地盤、そのあの、鉄骨でやってて、上はそこから軽くなるから実は鉄骨をこ,こして壁を薄くしてますとかだったりとかっていうので、それもマンションごとに違うのと、あと、その、あまりに壁を薄くしちゃってるせいで、実はそこに構造物を引っ掛けるみたいなことができないとか、なので、その、あの、壁に補強をしながらそこを土台として周りを囲むみたいなのができなくて、 もう上から何か吊るしてやるしかないのでこう一番上からずっと何か吊るしてやらなきゃいけないからとんでもない予算借りるよねとかも調べてやろうとしてみないと分かんないんですよねなのであのどっちいくら損するか分からないギャンブルっていうあのものすごいギャンブルなんですよね <laughs> あの例えばパチンコとかってあの1万円ギャンブルしますって言ってあの1万円しかなくならないじゃないですか でもタワーマンの修繕って、じゃあ3000万円で買いました。で、修繕代金3000万円です。修繕代金6000万円ですってなるのが可能性としてはゼロではないんですよ。本当にいくらになるかわからんっていう。で、前あのタワーマンのあの、その修繕の成功例っていうの,のの記事を見たんですけど、その修繕の成功例が、まずタワーマンのマンション管理組合の,その,あの組合長の人が その不動産屋さんの人がなったんですよ。要は、プロの不動産屋さんの人がなって、で、まず、不動産管理会社を切り替えるところから始まったんですよ。あの不動産管理会社っていうのは普通、どのマンションも頼んでるんですけど、不動産管理会社って、あの安いですよっていうところを大体みんな契約しちゃうんですよ。で、安いところっていうのは、後に対する積み立てもしないし、修繕に対してのコストも積んでなくて、ただ安くて何にもしないっていうのがだったらするんですよね。 なので、その僕タワーマンを最初に建てた、その施工会社に管理会社を頼むっていうのをやって、で、まず管理コストがめちゃくちゃ上がると。でも、そのめちゃくちゃ上がるおかげで、設計図を持ってるので修繕が可能になるんですよ。で、じゃあ、どの業者に今度は修理を頼もうかっていう時に、そのマンションの住民たちが、その理事と呼ばれる住民たちが、俺の知り合いの会社を使えって言ってくるんですよ。 要はその、ただの住民なんだけど、マンションの理事になって仲良くなると、じゃあその、あの、LED ライトだったらうちの会社使ってくれよとか、そうなんかあの、外の座が塗装するんだったらうちのペンキ会社使ってくれよみたいな感じで、いろんな業者がそのマンションの理事に対して接待を始めるんですよ。 で、理事会になると、いろいろ接待された理事が、あの、こういう会社あるから、これ使わないとか、これ使った方がいいらしいよみたいなのをガンガン持ってきて、で、それをバシバシ切っていかなきゃいけないんですけど、バシバシ切っていくと、めちゃくちゃ嫌われるんですよ、そのマンション内で。要はそのマンションの中で同じマンションに住んでて、理事になる人って、それなりのポジションの人なので、その誰か切っちゃったりすると、すげえ雰囲気悪くなるんですよ。っていうので、で、さらにその理事になっても、給料もらえないじゃないですか。 なので、大体の人は諦めて、ああ、じゃあもうそこでいいんじゃないですかみたいなこと言って、どんどんとんでもない業者に行って、価格が上がっちゃってってなるんですけど、それをバシバシ切って、めちゃめちゃ嫌われた人っていうのが、あの前、例として挙がってたんで、どこにとしたかな、なんかゲーテかなんかだと思うんですけど、興味がある人ググってみてください。はい。っていうのを、人ごとじゃんと思ってるんですよ。あの、マンション買ってる人って。でも、マンションの分譲の所有者の人は、全員この問題を抱えてるんですよ。 でも、あの建てたばっかりのマンションって、そういう問題を自分たちが背景しなきゃいけないって気づいてないんですよ。30年後とかに必ず来るんで。っていうのが分かってると、とてもじゃないけど、日本のマンション怖くて買えようよねって僕は思いますけど、はい。あの、なんか5階建てとかぐらいだったら、その、もう住んでる人たちが、そのなんか20世帯とかしかないから、まあ大体みんなで話し合ってできるんですけど、あと失敗したパターンでいくと、あの、渋谷の週、 と、平和の輪のマンションの、あの、ググると、面白い話いろいろありますよ、はい。